はいどうも皆様こんにちは、ツナキャピでございます。今回はツナキャピによる初心者のための MCSG 講座にならなかったやつという動画です。これは以前 MCSG 気違い講座だっけ、そんな名前で出したやつの続きだと思ってください。はい、先に言っておきます。この講座はですね、正直言うとあまりね、人に好かれるようなことを教えるものではないので、はい、もしね、見て実行しようと思う方いたらやめとくことをお勧めします。それではね、適当に動画を流しながらね、はい、説明っていうか講座をね、一応講座なんでね、一応講座ってついてるんで、していきたいと思います。それではどうぞ。あ、グローストーンだ。あ、グローストーン見かけたら、グローストーンを見かけたら、火打ち石をかけよう。はい、今のがね、戦い方。優秀な戦い方1です。火打ち石をかけるのは、グローストーンや、落ち葉じゃないですね。違いました。草ブロック。その2つを見つけたらね、必ず火打ち石を上にかけましょう。そうするとどうなるかをご覧いただきましょう。どうぞー。お分かりいただけただろうか。グローストーンについた火打ち石は相手も自分も見えません。しかし自分は分かっているので引っかからないですよね。なので今の敵のように自分から無様にはまるね、姿を堪能することができます。皆さんもぜひね、この火打ち石やってみてください。それではね、続いてね、草の上のね、火打ち石を紹介します。やり方は簡単です。草の上に火打ち石をかけるだけです。草の上の火打ち石は自分からは見ることができます。しかし相手からは全く見えないので、とても有利になります。この時相手は何の抵抗もなく火に突撃していってますよね。実はこれ、草の上に火打ち石がかけてある透明な火打ち石なんです。初めにも言った通り、こっちには火が見えているので自分から火に突っ込む変態にしか見えないですよね。気持ち悪いです。皆さん、まずスポンサーというものをご存知でしょうか。スポンサーとは、観戦者が試合をしている時にギフト、贈り物ですね、ができるという、機能が MCSC にはあります。はい、そしてそれをすると感謝の気持ちを込めて TY、ありがとうっていう意味などの、メッセージをね、チャットで入力してもらえて、とてもいい気分になりますよね。僕もありがとうってやることが好きなので、スポンサーというものをやってみます。スポンサーのやり方はスラッシュスポーンユーザーネームでできます。どうやらね、ちゃんと届いてね、喜んでくれたみたいですね。あー、やっぱりいいことした後は気分がいいですね。はい、皆さん、もし自分が不利な場合で負けたらどうしますか。ある T さんが行った行為を見てみましょう。よっしゃ、石剣ゲット。やばい、くっそ、こいつ覚えとけよ。皆さん、こんな行為は絶対にしてはいけません。いいですか。わかりましたか。不意打ちぐらいよくあることじゃないですか。考えてみてください。自分が全裸で家でダンスをしていた。その時に親が帰ってきた。そんな時あなたはツイッターに、全裸で家でダンスしていたらお母さんが帰ってきた。そんな恥ずかしいことつぶやけますか。不意打ちなんてよくあることなんですよ。はい、皆さん、どうだったでしょうか。ツナケピによる初心者のための MCSG 講座にならなかったやつ。はい、ちょっとね、最後に言ったのは本当にね、やってはいけないことなんですけど、ちょっとリクトンボーさん本当に申し訳ございませんでした。はい、勝手に使ってしまって、そのツイートはちゃんとね、すぐに消しましたので、本当にね、ごめんなさい。勝手に使いました。はい、さっきじゃないわ、最後にやったのは本当に皆さんやめた方がいいです。やるならば、もしやるならば、ハッカーに殺された時ぐらいにしてください。はい、もしね、やるとね、
ツイッターで炎上してね、とっても悲しい人生を送ることになります。というかね、潰されますのでね、 MCSG のツイッターに。はい、気をつけてください。はい、今回でこのね講座的なやつ最後になるかもしれないですけど、まあ、やる気があったらまたね順次出していくので、まあそのつもりでよろしくお願いします。それでは最後まで見てくれた方、ご視聴ありがとうございました。あとね、この講座でやってほしいことがあればぜひコメントに書いてください。よろしくお願いします。それではバイバーイ。